住所言いましょうか。ナンバーのここはどこでしょうか。ナンバーのぜひ。気持ち悪くなってきた。食べたから。いいっす。ちょっと前髪の綺麗ですね。よかった。伸びひんのかな、スマホスタンド。あ、伸びるっぽいな。あ、伸びた伸びた伸びた。めっちゃいいやん。うどんでした、ご飯。ですけど、ぜひ来てください。2日前はちなみに昼夜公演、昨日はフェス、今日は公演です。これが終われば私はちょっと休む。だから来て、ぜひ。大丈夫です。でも声がちょっとやばいんですけど、まあ私もともとハスキーなんでバレないです。はい、うん、そう、もうでも大丈夫、検査もして、どっちもインフルエンザでもなくコロナでもなく、ただのクーラーによって喉がね終わっちゃっただけでした。皆さんも気をつけて、はい、でも22日にね一回熱出たんですよ。熱出てたからちゃんとした風邪っぽかったですね。びっくり。でも気ぃつけて、まあ、そんなことはどうでもよくてね、今日はあのヤングドラゴンエイジさんの発売日で、なんと裏表紙をさせていただいているんです。飾るあの裏表紙で登場させていただいてますので、本当ありがたい、めっちゃ嬉しいです。一人で、しかも次は表紙ですね。なので皆さんぜひゲットしてくださればなと思います。いろいろね、スイカ切るところかとかとか、なんて言いました今、スイカ切ったりとか、めっちゃ美味しかったんです。そのスイカも甘かった。スイカ切らしてもらったりとか、ほんまになんか夏休みの和な感じの家で、実家で和かんなと過ごしてるみたいに撮ってもらったので、ぜひもう夏終わる前にゲットしていただきたい。あとはあのワンピース、キャミワンピとか着させていただいたりとか、あとはね、いろいろ夏っぽい色の水着とか、あとベッドの上で撮っていただいたりとか、かき氷も作ったんです。だからぜひ、うん、ゲットしていただきたいです。ぜひぜひ、うん、はい、もう何回もってか、毎回可愛く撮ってくださってます。ありがたい。私ほんまにまばたき多くてドライアイなんですけど、多分カメラマンさんも大変やと思うんです。私まばたき多いから、めっちゃ半目多いと思うんですよ、撮ってる中の写真。それでもほんまに可愛い写真選んでくださって、撮ってくださって、いつもお世話になってます。ほんまに偉大ですね、カメラマンさんは。私の半目写真を見てるのが、見てるんでしょうね、恥ずかしいです。すみわか、略されたことない略し方してある。いてててて、胃が痛い。どうしよう。お隣いいですか。いいよ。スタンドね、これでいきます。あ、ほんまに、はい、でもマネージャールームあったで。あ、そうなんですか。でもちょっとめんどくさいよね。わかる。これでいきます。いいよいいよ。そう、今薄いけど半目のオフショットないんです。それが半目は消していってるからないんですけど。あ、そう、セーターって来てる。そうなんや。なんか前髪を切ったんですけど、こんにちは。本当はここ丸くしたいんですけど、なんなかったんですよ。あ、OK、すげえ、しっかりお弁当箱みたいになって飽きまへんわ。ごめん、韓国語わかにゃん読まれへん。こんにちは。あー、翻訳機能とかないんかな。ちょっと誰か。こんにちは。歯磨きして
リップ塗り直して着替える。やばい、歯磨き先しようで着替えようと。ああ、やった、ありがとうございます。前髪あります。みんな今日公園来てね、来てほしい、本当に来てお願い、来て来て、うん、大丈夫、マジで元気、ありがとう。お腹痛いね。クリス募集もあるということで。まだしてないんよ。髪型はね、いつもはしない。してない。今日の髪の毛はここ編み込んでます。はい、だから来てね。髪型にしてもらってください。ぜひお友達とか連れてきてください。待ってます。なんで。昨日のフェスもありがとうございました。楽しかった、ほんまに私フェス好きなんです。ルームス、あのファンクラブのブログにも書かせていただいたんですけど、めっちゃ好きなんですフェスが。うん、お、ジオン氏と普段じゃない、嬉しい、そういうことないので、ありがとう。そう、もともと目キラキラしてるんです。今向かってるよ、お待ちしてます。これちょっと待って、横毛の量全然違うやん、ごめん、うん、こっち少ないね、こっちめっちゃ分厚いかも。今日はベースメイクと眉毛以外全部自分でしました。珍しい、はい、来てね、今日眉毛茶色です。いつももうちょっとアッシュ系なんですけど、眉毛よく見えるから明るい色にしました。いい感じやね、かわいいわ。そう、ないんですよ。あったんですけど、会議室とかですか。で、近重さんが、すいませんありがとう、全然大丈夫、もともとこんな声なんです。普段しない髪型してるので、よかったら来てね。来てください。でもオンラインお話し会とかリアルイベントも来てほしい。なかったですか。そうか、あ、なるほど、ありがとうございます。そう、若菜さんが、なんかよひょひょひょ、あくびしてた頑張る。そう、なので待ってます、距離不調で。うん、来てね、ありがとうございます。ぜひ来てね、今日は大阪天気いいよ。いいですね、ね、めちゃめちゃ、だからぜひ。イベントも来てほしい。今回はオンライン話し会こだわってるのでね。 ありがとうございます、ありがとうございます。来てほしい、お願い、オンライン、ありがとうございます、申し訳ない。とりあえずほんまにみんなとお話しして、話したいことなんかもう山ほどあるんですよ。なんなら手にメモしますよ。お前握手会やのに、マッキーでポスカでもいいですけど。ありがとうございます。そう、前髪切った。あ、そんなスマホがあかんやん。へにゃへにゃケースやん。へにゃケースやん。入金してくれた、ありがとう。こうやってやったら眉毛見えちゃうんですよ、ここから。ぜひ来てね。何時からショームしてたっけ、わかんない。41やから55、握手会とシャメランキング読みします。手袋ありなんですか、まだもう分かってる感じですか、私たちどうなんや。まあでもね、コロナの規制もだいぶ5類とかになりましたもんね。55分になったらランキング読みします。今日のアイシャドウは濃いめにしましたよ。ほら、めっちゃキラキラしてない。伝わんのかな、これな、どうなんやろ。
け逆いけ、ね、ここへこぼいてるよ、ね、ここなんか綺麗なここお待ちしてます。高円寺メイクになったんです。めっちゃ嬉しい、自分の好きなメイクできるの。クリスマスのマジ嬉しい、それが一番漏れるし。クリスマスがラストやからね。どう思う？分からん。メイクさんのメイクめっちゃ好き、きっと自分の好きなアイシャドウでメイクできるから、それもまた一挙です、ね、20歳になって初のお話し会なので、うん、待ってます。あ、ぜひ来てください。今日の髪の毛こんなんですから。外羽ベースで軽く巻いていただきましたけど、私あの巻き取りやすくて主婦をねザクちゃん何してんの、あんた見に来てる、これ本物？サクちゃん、ね、本物っぽいな、何してんのサクちゃんサクちゃん来てるんですか？サクちゃん来てる、こんにちはって送ってきてる何してんのサクちゃん、うん、サクちゃん何してんの、ほんなん見て見たあかんよサクちゃん、話したこと忘れてしまうぐらい久しぶり、確かに、うち何してんの、これ本物ですけどね。9月のこと何やったっけ何の9月ありました、私記憶力なくて、うん、なくちゃんまた一緒の髪の毛しようねって約束してたんです。ほんまに長さも全く一緒、多分ほぼ一緒やから、いや暑いかなってか高いよこんなショールームしたらダメっすよさくちゃん、ハズです。今日公園入ります。ネットの絵さん。お待ちしてます。今日頑張れば。待ってます。寝ます。髪型なんか咳してお母さんのこと起こしちゃうから2日間ソファーで寝てたんですよ。そしたらめっちゃ首痛なって、多分前に感じる。ソファーで寝ることないから寝違えたかな、お腹で。それもあるやん。でも昨日はベッドで寝ました。だいぶね。当日募集してるので、よかった、寝てまうかも。前がチャンネルにもそうかで、7月ほらクチュールなんかかへっこむんです、あくびしたら私で、8月はまたやったりとか、アイスちゃんが可愛くてね、9月も中年、アイスちゃんゲージで寝てます、まだ3ヶ月なので、あとはねストレスためないようにゲージで10月に入ったらあれですよ、握手会です、はい、それめっちゃ可愛い、あの頃いっぱいあるよなんだもろもろ、あ、そう書くもしたらね、全然どんな話も55になったらね、お、ランキング読みしよう、ありがとうね、なったからこれやな、はい、13位杉蔵さんありがとうございます、12位ゆきまこさんありがとうございます、11位みぞっちさんありがとうございます、10位れいさんありがとうございます、9位野原しんのすけのすけさんありがとうございます、8位レモン78さんありがとうございます、読み方違ったごめん、7位隊長さんありがとうございます、6位ブッキーさんありがとうございます、5位たけゆきさんありがとうございます、4位ひろゆきさん、あ、そう正論になっちゃった、ひろきさんありがとうございます、ごめん目悪くて、ひろきさんありがとうございます、3位ピーピーさんありがとうございます、2位なゆさんありがとうございます、1位ゆりこじちゃんありがとう、正論言う人になっちゃったね、にゃん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 です、ありがとうございます、ありがとうね、じゃあ私がスクショタイムするんで、もう嬉しいですよ、私若菜さんに衣装ついていきたいなって思うぐらい、イエーイ悪いことしちゃおうやめてください、嘘です、来てねってコメントしてください、こうやってやったら眉毛がやばい、前髪起こしちゃう、やばい、バイバイ。